起点磯部駅北口起点により北方向を望む。群馬県道2 2 5号磯部停車乗船は、群馬県安中市を通過する一般県道である。本県道は、安中市磯部の磯部駅から北進し、同志合原の国道18号交点までを結ぶ路線である。まず、磯部駅北口から、磯部温泉の入り口ゲートを通過、温泉街を経由した後、途中で、 磯部交差点を屈折する。起点の磯部駅北口は、群馬県道194号宇多磯部停車場線の終点かつ、群馬県道213号磯部停車場、妙義山線、群馬県道214号磯部停車場、上野尻線の起点でもあり、本県道は、温泉街にてこれらの3路線と重複している。磯部駅周辺の群馬県道、 外略図主に駅周辺の群馬県道を表示、矢印は各県道の起点終点方向を表す。AB 磯部駅北口から70メートルほど北進した地点で、県道213号は西方向へ分岐、さらにそこから50メートルほど北進した磯部郵便局のある地点で、本県道、県道194号214号の3路線は、 東方向へ屈折する。昭和34年の路線認定当初での表記では、磯部停車場である。昭和34年の路線認定当初での表記では、一級国道18号線交点、安中市大あ郷原うは262番の2で、ある。昭和34年群馬県国寺325号には、安中市大大郷原と記載されているが、 あんなかしおわごのご職であるとした。ありがとうございます。